吉谷さん、情報発信が一番儲かるのの顕著なのは、FX のことを喋っていると FX の広告がつくという、その収入、売り上げが大きいことなんですよね。で、もう一つはですね、暗号通貨のことを喋ってるってことなんですよ。暗号通貨の動画って、やっぱりこれも広告単価高いんですよ。ですんで、暗号通貨買ったり売ったりせずに、暗号通貨の話をずっと喋ってるとかね、暗号通貨の本を読んで感想を言うとかね、で暗号通貨の専門用語をベラベラベラ喋ってるとかね、これが一番情報発信としては儲かるビジネスの第一歩なんじゃないかなと思うんですよ。で、そういうので余剰資金ができたら本当に暗号通貨買えばいいと思うんですよね。だからこういう組み立て方、まさにね、金持ち父さん貧乏父さん、最初はセールフビジネスじゃないです、スモールビジネスね、スモールビジネスをやっていこうよと。で、インベストメントは一番最後だよって話なんですよね。だからみんなね、いきなり FX やったり、いきなり暗号通貨買うんじゃないんですよ。だから暗号通貨について私はこういうふうに憧れてますとか、暗号通貨こんなふうに怖いと思ってるんでまだやったことがありませんと。だって FX をまだやったことがありませんっていう動画ですら売り上げになるわけですよ。何なんだよって話ですよ。本当何なんだよね。だから情報発信しない理由ないでしょ、これで。だから情報発信みたいな、なんていうの、リスクがなくって利益がずっと出続けるものがあるのに、それをせずにいきなり FX やって暗号通貨買うっていうのは、最もね、投資家としては、なんか損が確定する投資をやるようなもんなんで、まさに投資家失格なんじゃないかなと私は思ってるんですけどね。どうですかね。なんかいきなり FX、いきなり暗号通貨、それは勝てんでと、ギャンブルだよそれは。まずはマイナスがなくてプラスしかないものをやっていくのが投資家としてのね、リスクヘッジ第一歩なんじゃないかなと思います。リスクヘッジの第一歩、いってらっしゃい。